内容についてと、あと携帯電話インターネットの危険についてお話しします。一番身近にあるのはタバコとお酒かな。タバコの煙にはね、200種類以上の有害物質が含まれています。発泡スチロールで作った人形です。この人形にね、シンナーをかけます。どうなると思います？あ、これシンナーがいました。飛びてしまいましたね。人間のね、脳とか神経、これ内臓、これ大切なこのいろんな器官というか臓器というかね、そういうを守っているね、脂肪を溶かしてしまうんですね。まあ、ネットが原因でね、暴力とか殺人、いろんな犯罪が起きています。悪い人はね、皆さんの個人情報を使ってね、その人に成りすますなどして服用することがあります。個人情報は、ね、軽い気持ちで書き込まないでください。迷う気持ちをなくして、はっきり断ったり、自分からそういうところに近づかないように気をつけたいと思います。インターネットは言葉だけしか通じられなくて、顔は誰も分かんないので、どういう人がやってるのか分かんないし、落とし穴もたくさんあると聞いたので、それ怖いなと思います。